会社名とお名前をお願いしますファイアワイヤージャパンの川根と申しますよろしくお願いします,ししますでは主な取扱いブランドを教えてください、はい、えー、とファイアワイヤージャパンではファイヤーワイヤーサーフボード、えー、ケリスレーターがデザインしていますスレーターデザインのサーフボードを取り扱いしておりますはいではその中で一押しの商品を教えてください こと今年の一押オシモデルはこちらの、えー、とロブ・マチョドの方がデザインしましたグロワーという日本限定のモデルになります、はいえー、とこちらはどのようなサーフボードになりますか、はい、えーとまあ一番特徴的なのがボトム面のコンケーブなんですけれども、えー、両サイドにパネルが入ってセンターの部分に、えー、と深いコンケーブを形成しています。 これによって水の流れを作ってボードがものすごくスピードが出るモデルとなっております。はい、本当コンケブすごいですね。ここが、ね、触って皆さんに触っていただきたいですね。これは、ね、<laughs> これはあの本当に速いボードなんで実際に乗っていただいて、はい、このまあスピードとえっ、ー、とコントロール性の良さを体感してほしいと思います。はい、あとこれはテールがフィッシュそうですね。あの,てての結構絞り込んだあのテールになっているんですけども。 え見ていただいてもボトムの最後のコンケーブがストレートで抜けてこのコンケーブを作ることによってより水の流れがえっと抜けが良くなってますかなりスピーディーな板に見えますねそうですねスピードと回転性を併せ持ったボデルになってますねでこのマークの方はどのようなコンセプトのマークなんですかファイ,アーワイヤーーののボードの中でも、えー、とロブが あのデザインしているものに関しては、ローブマチャドのえっ、ー、とマークが入りますね。で、デッキ面の方にはファイヤーワイヤーのロゴが入ります。で、こちらの方にモデル名のグローバーというはい、ロゴが入りますね。はい、かなりかっこいいですね。この板紹介いただきありがとうございました。ありがとうございました。